こんにちは、今回はですね、まあ、人生でちょっとこう初めての試みになるんですけど、まあ、一つちょっとこうやってみたいなって思うことがあって、ちょっと動画を撮らせてもらってます。まあ、ちょっとこうまた例のごとく一人で撮影してたらちょっと緊張するんで、内山くんっていう知る人ぞ知る僕のちょんまげの後輩に手伝ってもらってるんですけど、まあ、何を考えてるかというと、まあ、ざっと言うと、オンラインで主に卓球についてになると思うんですけど、まあ、僕をもうちょっと活用してもらうっていうサービスをちょっと考えてるんですけど、どう思う？それってオンラインレッスンってよくあるじゃないですか。オンラインレッスンとどう違うんですか？ああ、なんかオンラインレッスンっていうのは僕のイメージだと、なんかこう画面越しに、まあ、練習風景などを、まあ、直でつないで、でこうなんかスイングとか技術的なことを、まあ、遠隔で指導してもらうみたいな感じのサービスだと思うんですけど、僕が考えてるのは、まあ、Zoom とか LINE とかは、まあ、使うんですけど、その主に例えば試合の動画を送ってもらったりとか、練習の動画を送ってもらったりとかして、それを見て僕が、まあ、感じたことや、まあ、こういうふうにもうちょっと取り組んだ方がいいんじゃないですかっていうことを、まあ、ちょっと提案したりとか、あとは例えば、まあ、目標があって、その目標に対してこういうことができるようになればその達成する確率が高くなるんじゃないですかっていうような話し合いをしたりとか、こうそういうのを、まあ、さっきも言ったけど Zoom とか LINE を使ってこうなんか二人三脚でこう一緒にやっていくみたいなサービスをちょっと考えてるんですけど、まあ、その一環で普通にちょっとこう人生相談的なことであったりとか、なんかこう、まあ、愚痴聞いたりとか何でもいいですし、なんかそういうのを、まあ、僕を使ってこう、まあ、日々の生活をちょっとこう充実させてもらうようなものをちょっと考えてます。まあ、そもそも、まあ、なんでこのサービスをちょっとこうやりたいなって思ったかというと、なんか僕3年前ぐらいまで神戸大学の卓球部の、まあ、監督をやったんですけど、まあ、そんなこうなんか監督っちってもなんかこう、ね、みんながイメージするような、なんかこうビシバシするような感じじゃなくて、どちらかというと僕も一緒に練習して、まあ、生徒というか学生と同じ目線で卓球をしたりとか、まあ、していく中で、まあ、僕のが年齢的にも人生経験的にも先輩なんで、まあ、卓球の相談とか、まあ、人生相談みたいなのもこう、まあ、いろんな後輩から日々受けてて、で、まあ、こうそういうのをこうやっていく中でこうやっぱ後から気づいたら、まあ、自分自身もそれでめっちゃ成長させてもらってたなみたいなことにやっぱ気づいて、でその、まあ、コロナになって、まあ、僕はちょっと神戸大学にまあちょっとこう外部の人間なんでということで入りにくくなったのと、まあ、あとはその、まあ、仲良かった後輩がもう社会人にもなったりとか結婚したりとかして、まあ、独り立ちしたっていうのがあって、今あんまりこうそういう機会がなくなっちゃって、で、まあ、卓球の練習の量とか、まあ、目標に向かって頑張ってる感じとか充実感はあるんですけど、まあ、そういうふうにこう、まあ、誰かの成長のお手伝いをして、まあ、自分自身も成長につなげるみたいな機会がなくなっちゃったんで、まあ、もう一回こうそういう状況をちょっと自分なりに作ってみたいなと思って、まあ、このサービスを思いついたって感じですね。うん、で、まあ、そのサービスのイメージ的には、まあ、人数的なところで言うと、まあ、やっぱり僕自身結構一人一人に、まあ、しっかり関わらせてもらいたいんで、まあ、多くて、まあ、3、4人ぐらいで、まあ、期間はだいたい1ヶ月単位というか、で、まあ、どうしてもやっぱり自分自身もそのサービスに対して、まあ、真摯に取り組みたいんで、まあ、どうしても有料にはなっちゃうんですけど、まあ、その分こう自分の中で、まあ、できる限りのことはもう全部出し尽くしてやろうかと思ってるんで、まあ、この動画だけやとちょっと内容がちょっとふわっとしてると思うんで、
まあ、ちょっとサービスの詳細であったりとか、あとはなんかこうこんな風に利用することできますかみたいな感じで、まあ、ちょっとこう案でもいいですし、なんかこう質問とかあったりとかでもいいんで、まあ、ちょっとでも気になるなとか興味あるなって思う人がいてくれたら、まあ、ここ下の概要欄に、まあ、公式の LINE の ID をちょっと貼り付けておくんで、まあ、ちょっとそちらの方にこう連絡していただけたら、まあ、こちらもちょっと丁寧にお返事しようかなと思うんで、ぜひ登録の方してもらってメッセージの方お待ちしてます。